レスリー・ハワードとベティ・デイビスメディアを再生するオブ・ヒューマン・ボンデージ知人の愛は1934年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画であるサマセット・モームの小説人間の絆の映画化作品でありジョン・クロムウェルが監督レスリー・ハワードとベティ・デイビスが主演したハスっでありながらプライドの高いコケティッシュが若々しい娘から人生に疲れ切った品種の 女までをデイビスが見事に演じ分けている。デイビスは1934年度のアカデミー主演女優賞にはノミネートされなかったが、アカデミー協会員のデイビスへの投票は認められた。1946年1964年にも再映画化されている。医学生のケリーは友人からウェイトレスのミルドレッドとの仲立ちを頼まれる。 友人はこの女の性格の悪いことを知り、すぐに手を引くが、ケリーは彼女に一目ぼれしてしまう。じらされた挙句結婚を申し込むと、彼女は恋がたきだった金持ちのミラーと婚約したと言って去ってしまう。昇進のケリーを、それまで彼に片思いしていたノラが慰める。ある日、ミルドレッドが赤ん坊を連れて現れる。相手の男は妻子持ちで捨てられたのだった。 ケリーはノラに別れを告げ、彼女にウバを頼み部屋を借りてやるが、すぐに友人の一人と駆け落ちしてしまう。ケリーがある患者の娘のサリーと家族ぐるみ親しくなった頃、男に捨てられたミルドレッド帽子が舞い戻ってくる。懲りていたケリーはそれでも自分の部屋を貸すが、ある夜、誘惑に乗らないケリーを散々に毒づいたあげく、女は学費の小切手を焼き捨てて蓄転する。 路頭に放り出されたケリーは、サリーの父に職を世話される。時が経ち、子供を死なせ自ら廃病に侵されたミルドレッドが、訪ねてくるが、処方に金を添えて追い返す。おじの死によって、遺産を相続したケリーは学業に戻り、晴れて、医者となる。ミルドレッドが急死したことを知り、やっと女の呪縛から解放されたケリーは、サリーに結婚を申し込む。ありがとうございます。